サバの味噌煮動画をご覧くださりありがとうございます。この度結婚しました。お相手は2年前くらいに一人暮らしを辞めて二人暮らしになりますってお伝えした時の同居人の方です。二人暮らしを始めた時は特に結婚とかも直近では意識してなくて、決定事項以外はあんまり動画にしたくないなと思って言及していませんでした。あの時の意図としては二人暮らしになる時に嘘はつきたくなかったのと、他の人の気配だったりご飯の量も一人分の量じゃない量を作ったりするかなと思って、ちょっとそれ怖いかなと思って二人暮らしになりますとだけお伝えしました。ただ自分が思っていた以上に相手が誰なのかって聞いてくださる方が多くて、自分は結婚するまでどうしても言いたくなかったので、ただこれ言わないままみんながすごい気になってくれてるのに言わないまま二人暮らしとしてどんどん動画を進めたら楽しい動画も楽しめなくなるかなと思って、なるべく一人の時に動画撮るっていう風な形で動画作りをしていました。結婚をしたのは1年前になります。なんで今言うのっていう話なんですけど、結婚しましたっていう時のふわふわした状態であんまり言いたくないなと思っていて、こう新しい妻っていう属性と自分っていう存在がもうちょっと一体化した時、自覚と言いますか、とにかくふわふわした状態でお伝えはしたくないなと思っていて今になりました。でじゃあ今はふわふわしてないのか、なんで今言うのかっていう話なんですけど、最近ヨーロッパに新婚旅行で行ってきまして、その時に相手の方にヨーロッパで美味しいものいっぱい食べるのに動画にしなくていいのって言っていただいて、確かにこんなにパンオーショコラもクロワッサもフランスパンも、あと自分が大好きなスコーンも本場のものずっと食べたいって言ってたの食べに行けるし、これ動画に残したいなって思いつつ、それを動画にして誰か知らない人がいるぞみたいな感じでびっくりさせちゃうなと思って、これがいいきっかけなのかなと思って皆さんにお伝えしようと思いました。相手がどんな人かっていう話をします。相手は大学の同級生です。 YouTube とかそういう表に出るようなことはしてない一般企業に勤めています。性格は私と近い雰囲気がある部分も多くて、フィーリングがあったりとか発する言語が近かったりします。ただ私よりもかなり明るくて人当たりがいいので、明るくて社会性のあるバージョンの私と思っていただけたらいいかなと思います。報告をしたことによる今後の動画の方針についてお話しします。動画の方針自体はそこまで大きく変えるつもりはありません。ただ今回皆さんにお話できたので2人分のご飯作ってる様子配信したりとか、あと2人でいる時も動画撮ろうと思うので、物音が入ったりとか話し声入ったりはするかなと思います。その辺はマイナーチェンジまたは出演者が増えたなと思っていただけたら幸いです。露出に関しての方針はこのチャンネルに友達とか弟出ていただく時と同じ感じで、顔はモザイクで隠して声だけ出演してもらう形でオファーを受理していただけました。あと重要なこととしましては、このチャンネルに私がキッチン立つ時に女将の役とかマスターとか大将とかシェフとか憑依させてたんですけど、その中の大将の役を譲ろうと思います。なので私はこの瞬間で大将を引退します。今までありがとうございました。私がこれをお話ししておきたいなと思ったことは以上になります。ありがとうございました。いただきます。大将の役を引き継ぎます。